はい、皆さんこんにちは、元気なおじいです。さあ今日はね、ズラツーリスモね、初心者におすすめできるね、視聴者意見結果発表ということになります。先日こんな投稿をいただきましたね、このハック君から、ね、買おうと今考えてます。ズラツー7で家庭が辛いというのはどのような感じなのですか。車のゲームは苦手な僕でもできますか。分かる方教えてください。消防失礼しましたってことだよね。まあ大体の分かる方教えてくださいって、こういう書き方の方ってあんまりまた動画を見に戻ってくるっていう確率って 5% 未満なんだよ。今までね、まあ、YouTube ももう何年もやってるけど、 YouTube 以前の問題でね、ネットの中でこうやって書くって、まあ、大体あちこちバーッつってね、なんだっけ、何なんていうか、パーンっていっぱい細かいの出てくるクラスター爆弾だか、なんかパーンってこう拡散していくやつね。あんな感じでネットに質問バーンってね、爆撃してビューンって通り過ぎてどっか行っちゃうっていうね。まあそんな時に、まあ、分かる人だけ返信すればね、見に来るっていう。だ どこに書き込んだかも分からなければね、どこから返信来たのか分からない、ピロリンの返事だけ見るっていうね。なんでまあ一応ね、それじゃあ優しい視聴者さんに聞いてみますねっていうことで、元気なおじいの個人的な意見は一切その動画では言わずに、まあフェアにね、視聴者さんに、要は実際にズランツを遊んでいる視聴者さんからのダイレクトな声をね、まとめてみますよということで、おじいは動画ではもう何も言いませんでした。でただ一応動画にするから見に来るように、まあ、特別返信はしたけども、見に来るとは限らないし、そのあれからね、23時間前の投稿なんだけど、本当に興味のある人っていうのは、あ、こういうふうにしてコメントしたらまた死後にこう何かしら来るんだけど、とりあえず真剣ではないというか、どうでもいいことなんでそのままノーリアクションっていう感じなんでね、うん、まあそんなに真剣ではないっていうね、まあそういう感じで、まあバカバカしいとは思うんだけども、ただ一人の疑問はみんなの疑問なんで、まあこういう一人の質問に対してみんなで考えて、答えてあげるっていうのは無駄にはならないと思いますね。今日はもう朝からすごいね、花粉がねもう半端じゃないんだよ。でいつも空気清浄機を花粉取りモードでブワーって回してたんだけど、なんかうるさいってずっとブーッと音がするってね、視聴者に数日前に書き込まれてからずっと止めてるんだけど、もうたまらないね。今日はすごいひどい雨上がりで。さあそんなわけで、元気なおじいのね、まあ、意見はこの方には一切言ってない、皆様のその意見で、このね初心者の方ね、車のゲームは苦手な僕でもできますかってやつね、なので車のゲームが苦手なんだったらやめた方がいいんじゃないのっておじいは思うんだよね。で車のゲームに興味があるんだったら、おじいはね、このズランツースポーツ、こっちがアーケードチックなんで、まあ初心者向けなんで、こっちをやってで、まあ、さらにもっと難しいのがいいなって言ったらこっちにチャレンジしてみるっていうね。そうしたらいきなりこっちだと車のゲーム自体を嫌いになってしまうね。おじいはそういう要素がすごい強いんじゃないかなと思ってます。であと、もう今のじゃなくて、まあ、これが今もう2000円ぐらいで買えるわけでしょ。中古だったらもう1000円しないでしょ、ね、だからこれを買った方がいいっていうのは、昔のナンバリングだったらこうやってね、こういうブックがついてきたので、
でこのブック1個ついてるだけで、車ってねエネルギーってこうなんだよ、車両のメカニズムはこうなんだよ、ね、いろんなね共振のね現象とかね原子力の作用とかこういったものがものすごいあるので、走り方の基本とかメカニズムとかこれ一冊見るだけで博士になれるぐらいで、このブックがものすごいおじいはね価値があると思ってます。でこれと同じ本をおそらくどっかがね作って発行するとしたら、まあ多分2000円台から3000円台ぐらい出さないと、まあちょっと作れないんじゃないかなっていうぐらいの内容だなと、おじいはこれにものすごい価値を見出してます。これはすごくいいブックだなと思ってます。でそれがついてこないので今これと同じ値段出してもね、なのでまあこれはもう安くなったからまあしょうがないとして、まあ、ナンバリングこれ今高いお値段出して買ってもそこのメリットが何もない。で、まあ、このブックに書いてあるものをじゃあ全部学べるかっていうとそうではない、ただ車の歴史系とかそっちの方に行っちゃってるので、本当の意味で車に興味があったりとかね今後一生役に立つものはやっぱりこのグランツー6、ね、プレイステーション3だけども、これを初回限定版買ってこれ一緒にくっついてきた方がいいんじゃないかなとおじいは思うよ。今でも手に入るからね。これはものすごいいいブックなんで、これからの人生に必ず役に立ちます。車に興味があるんだったらね、これは持っていて絶対に損はないし、自分自身だけでなくて、例えば家族だとか友人だとかね知人だとかそういったものにも絶対役に立つブックなんで、まあ、これがあれば車っていうものがね分かる。じゃあ今回のやつは車の歴史を知ってほしいっていうだけでこういったものを学ぶことができない。でいやいろんなライセンスとかねそういうのでカフェで学べるじゃないかってね言う人もいるかもしれないけど、陸上していく ただむちゃくちゃなさあこれをやってみろ、キンキンどうじゃないと次は行かせねえぞっていうそういうのでさあこれでやってみろって言われたとしても何もわからない。これはこうなんだあなんだって一言こう書いてあるだけでも手本を見やがれっていう。だね、うじいはチュートリアル見ないでとかってよく言うけどもね、今の時代昔みたいにね大工なのにね棟梁僕にもそれやり方教えてくれ、ベランメーそんなものは教えてもらうもんじゃねえ、見て覚えろ盗むんだ見てだってね、今こういう時代じゃねえって散々言われてね、そんな時代じゃねえ、ちゃんとマニュアルを作って教えてあげるべきだっつって、そういう時代じゃねえ、ベランメーチュートリアル見て同じように走やがれ、覚えろ腕をチュートリアル見て覚えろそういう時代じゃねえかなって違うんじゃねえのかなって思うんだけどね。なんでねいくらチュートリアルを見てもじゃあ実践に役立つかっていうと逆に変な癖がついちゃう場合もあるんだよ。これが本当に変な癖ついちゃう。で、あと知りたいと思わない人が何か知りたくなったらググればいろんな情報が出てくるので、そのわざわざここら辺のライセンスとかねチュートリアルを使わなくても知りたいことはググれば腐るほど担当職人の答えがいっぱい出てくるので、わざわざジランツを使って覚えていかなくてもねっていうのはあると思います。おじいはね、まあそんなわけで、やっぱりゲームはゲームとして味わうべきであって、
で楽しむべきなものであって、じゃあこのブックがついていれば、じゃあみんなこのゲームが上手くなるのっていうと、じゃあ初回限定版を買ったユーザーは 100% みんな、じゃあゲームねオールクリアして上手なんでしょうか。これには向き不向きがあるんです。運動神経がいい人悪い人、反射神経がいい人悪い人ね、理屈が分かる人分からない人、いろいろいるわけです。個性があるわけです。でマニュアル渡したりとかチュートリアル見して、じゃあこの通りにやれって言ったら、体操選手のね、あの子と同じようにみんなできるようになる。理屈が分かれば、ね、引力の法則でね、もうこうやってやるんだ、チュートリアルを見ろ、ブレンブレンブレンって台車にブレンブレンブレンってやって、ね、パーンってターン、着地はブリしちゃダメだよ、着地はここで一歩前ね、あ行ったらダメだよ、パン、これだよ、このタイミングよ、パン、うん、耐えた、見た、このチュートリアル、はい、やってできる。受難通信者はそれができるんだよ。ちゃんとチュートリアル見て教えてもらえれば、その通りもうオリンピックで金取れるぐらいの実力をつけられるっていうね。まあ受難通信者ってものすごいパワーを秘めているね。おじいはね、そうじゃないと思うんだよ。絶対に不器用な人はいっぱいいるしね、向かない人っていうのはいっぱいいると。も自分ができたからね、君にもできるんだ。その君を知らないのにね、ネットの中で文字だけ見てね、で車のゲームは苦手っていう情報があるのに、あとその人の人生とか何も知らないのに、何ここでできるよ、やめてみるよとかね、これほど無責任な回答はないんじゃないのかなって思うんだよ。やればできる、できないこといっぱいあるんだよ世の中にはね。で、あとはね、人生の大切なことね、この方の質問に対して、どういうふうにしてアドバイスしてあげることができますか。でこの方は車のゲームは苦手な僕ですよっていう情報をちゃんと出してるので、じゃあ答えてあげる方はね、信者ですかね、信者だよ信者じゃないよね、僕はものすごくこのシリーズが大好きでね、こうだけどもこう思うよとか、いや僕は信者じゃないんだけど、こうこうこうでこう思うよとかね、そうやってこの人がちゃんと質問する人が僕の情報を出してるんだから、答える側の人もちゃんと僕のことをね、出してあげるべきだと思って、それで最初にね、僕は信者でしょ信者じゃないよっていうのをね、付け加えてくださいっていうお題のルールを出したわけです。でそのお題のルールを守れない人っていうのはもう超超超がもう一兆個つくぐらい超自分勝手なんだね、これがね。でいろんな試験とかね、面接があった場合にまずは自己紹介とかね、そういったものもなし、もう最初にテストに名前書かないのと同じなんで、ピンチってこう跳ねられるよね。だからそのお題の要はルールを守れないとか、まあ、5に入ったら5に従えないっていうね、オラ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 っていうね、そういうのってどうなんだろうな。ちゃんと車のゲームは苦手な僕ですよっていう自己紹介をしてる人の質問に対して、僕はこういうものですよ、信者ですよ信者でないですよっていうものを最初にね、僕は車のゲームは苦手な僕であるっていうのを、この代わりに僕信者じゃないよというのをつけて、教えてあげることができるかなっていう。そうすると聞いてる方はどれぐらいの経験してたんだなっていうのが分かるから、この人はこういう件、あの人はこういう件っていうのがね、いろいろ頭の中で整理ができるかなと思ってね、おじいはそれで簡単に1個だけね、それをつけました。じゃあ皆さんの回答を見ていきましょう。古いもん順にで、今これ朝ね、スクショ撮るまで何時くらいだったかな、8時くらいだったかな、今何時、今日は眠れなくて、昨日寝たのがね、そんでも2時半くらいだったかな、本当ね、本当2時15分頃までね、結局ちょっと夜ね、ずらんつ動画コメントもらって試したいことやったもんで、あとはちょっと遊び込んじゃってね、作業が終わらなくて、もう2時過ぎちゃって、
ああ、また今度はあの朝早く起きて、大変で本当ね、9時20分ね。だ8時過ぎくらいに今回は締め切りました。で、これは関係ないね。で、真っ先にね、まあ、あの古いもん中に行きます、ね、これ質問が来たのが23時間前でね、でその後作ったんだけどね、真っ先に第1号でコメントをいただいたのはね、リノツカヤルフさんです、ね、リノツカヤルフさん、なんなんだ、リノツカヤルフさん、リンオツカヤルフ違うかな難しいね、自分が GTC だとかどうか分かりませんがね、分かんない方だよこれね、難易度高めのミッションで心が折れなければって感じですね。ゲームを楽しみたいなら避けた方が無難かな。他にもゲームはあるからね。いい答えだね、本当ね、本当にいい答え。ゲームが苦手な僕に向いてますかっていうのにね、うん、だからミッションで心が折れなければね、ミッションね、まあミッションね、どんなミッション、まあググればやっぱり出てくるからね、本当ね。だ僕にもできますかって言ったって、ググればいっぱい動画出てくるんで、みんなやってるのは。まあそれ言ったら元も子もないけどね。はい、じゃあ2人目ね、第1号は17時間前にね、いただきました。はい、その1時間後ね、僕春坊さんね、新車です、ライセンスはとても難しいです。ほらね、信者の方もね、ライセンスは難しいよってことなんだね。で、挙動は FF 車と 4WD はまともで、 FR 車は滑りやすいです。うまく走れればリアル車を感じます。でもある程度お金を稼いで車を購入し、カスタムしてオンラインルームでドライブするのが楽しいですよってことだよね。見てるでしょうか、ね、やっぱりね、こういうレースゲームっていうのはインターネットつないでオンラインでいろんな人と一緒に走るっていうのがね、これが楽しいです。ただどこのルームに入るか、その入るところを一番最初に入るところを間違えるとトラウマになっちゃう。パッド勢来たよ、あれ何こいつ、ど素人じゃね、うわー厄介なの来たな、ピンってキックされたりとかね、なんでってね、だそういうルームに入っちゃったらトラウマになっちゃうよね、本当。優しい人たちがいっぱいいるルームだったらいいけどね、どん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 自由だから、どんどんぶつけていって頑張っていって、最初はみんなそうだから、僕らもそうだったから気にしなくていいよっていうね、そういうルームがどれぐらいあるかね。これね、ドライブするのが楽しいですっていうね、だみんなでドライブするのが楽しいんだけど、でもみんなで車でわーいってあっち行こうこっち行こうって楽しむんだったら、フォルサとかね、GTA とかね、GTA5 なんてあれめちゃめちゃ面白いけどね、あれね、オンラインでやると車だって2人で乗れるじゃん、2人で横乗ったりとかさ、あれ何人乗りまでできるのか知らないけど、乗れなかったら海にも乗れるしね、でバイクも2ケツできるし、なんか水上スキーみたいなのも2ケツできるし、ジェットコースターみたいなのもね2人で乗れるし、まあ、めちゃめちゃ楽しいよね。なんかヘリコプターみたいなのもあるでしょ、おじい乗ったことないけど、ロープウェイもあるし、もうえらくめちゃめちゃ楽しいよ。一緒にあっち行こう、あっち行こう、こっち行こうっつって、やっぱねもうめちゃめちゃ面白いな、やっぱ GTA だと思うよ、本当。いろんなものに乗れる。で、まあ、車に限ってミーティングで言えばね、まあ、フォルシャみたいなのは面白いけど、やっぱみんなでやるって言うと、やっぱ GTA ほど面白いものはないような気がする。あれやっぱね、オンラインの中で一番面白いよ。バトルフィールド2とかね、ああいうので
あの戦うのも面白かったけど、すごくヘリコプターベイブ、ああ待ってーって言うと優しいと、こうやってあの戻ってきて、ありがとうって言いながらピュッて乗ってね、ああこの人いい人だって言いながらね、いい人だって言いながら満帆になっていっぱい時出てくる時ドカーンして、こいつ悪いやつだったってやられたとかね、ちょっとそれやるやついるよね本当ね。あのあの相手はこう敵の方にスパイで乗り込んで、でブル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 、早く早く早くっつって、でブーって上げて、人だけパーってパラシュートで掃除放棄して、バラバラバラで、あはーっつって慣れてる人がいればね、操縦パッて操縦席移動しておーってなるけど、あれやられるよね。そういうので楽しむっていうのもあるけど、ね、はい、次はね、トルクネイジさんね、新車ではないです。まずライセンス取得が面倒で嫌になり飽きると思います。そうだね、おじいもジュランスは本当すごく辛かった記憶しかないな、あの昔からね。で今はほらもうそのライセンスっていう仕組みを慣れてるからかったるいなって思うのと、あと絶対に、そのね、あの国際だ国内だって なんかやってる中のここがどうしてもクリアできないとか、なんかめちゃくちゃ数で、ね、2、3回やってクリアできてできて、ここはどう見てもなんかクリアできる気がしないっていうのがね、そういうのが突然ボーンって出てきたりするんだよね本当。あとおじい不思議に思ったのが、ね、何だっけな、なんかネットでなんかの動画で見たんだけど、ね、国内だかな国際だかな、なんかな、あのダートが難しいって誰か書いてた人いたんだよ、あのライセンスで。でズランツって昔からのダートに関してはまだ全然作れないので、なのでなんかな、まあ、昔のセガラリーやってるぐらいかな、すごい単純なんで、なんて言うんだろう、あの F0 とかさ、ワイプアウトみたいな、ああいうゲームを遊んだことある人だったら簡単なんだよね。あのただフワーンフワーンって昔からの上から見るファミリーサーキットとかさ、ああいうのやってる感じだから、別に特に何にも考えなくてもただダーッて走ってるだけでとりあえずクリアすることはできるから、ダートは大体あの一発ではねすげえ簡単っていうか、でもなんかダートが難しいって考えてから、えっと思ってで見たんだけど、あのダートが難しいって言ってる人って金を取るのが難しいってね、クリアが難しいじゃないないじゃんってね。で見てると、あの普通の道走るとかね、あの普通のラリー見てるみたいに普通に走ろうとしてるんだよ、あの真面目にまともに知ら、あのジュランツシリーズ知らない人がジュランツ走り知らないから、だから普通に 車と同じように走ろうとしてるからちょっと難しいのかもしれないんだけど、うまいよ、うまいんだけどね。じゃあジュランツ走りってのがあるんで、もうズーンって言ったらもうスーンって離して、あのターって言ったらこんなもんかなって感じでダーンって言って、スーンってアクセル離すととりあえずダーはいかないから、あのダートまでも関係ないからね、ターメリックも。だからね、ジュランツ走りを覚えるとめちゃめちゃ楽なんだよ、あのダートって。ダートほど楽なものないんで、まあ唯一おじいもダートだけかな、ダートだけあのスーンってやっただけでもあの銀だったかな、確かそこだけダートめちゃめちゃ楽だったと思う。だあの普通のやつのつもりでやろうとすると逆に難しくなっちゃう、やっぱゲームなんで、本当ねプログラムなんで、あのリアルっぽく頭の中で錯覚してやっちゃうと立ち狂っちゃうよっていうね、だダートに関してはそうだったね。でまたカフェというところでお題、主に車集めね、これも中途半端なんだよね、
車を知ってもらいたいっていうんだったら、じゃあそのジャンルを3つだけ集めるんじゃなくて全車種集めるぐらいやらせねえとね、クリアするのにはね、10台だけじゃね、それじゃいけねえっていうんだったら、じゃあ全車種取らせればいいんだよ。やるなら中途半端にするんだよ、全部やらせるよ、なんでその3つなんだよって。だプログラムの関係で、3つ以上はデータ作るのが面倒くさかっただけだろ、ただね。だから式でもないね、エゴで3つポンって乗っかってるだけで、それを強制的にやらされる、ね、こんなに辛いものはないよね、本当ね。おじいで言ったら、まず牛乳を飲め、ね、で納豆を食べろ、ね、で生卵を、ね、食べろって、この3つをやれって言われてるようなもんだからね、本当ね。今なんだっけ、アメリカのポンコツ車でなんだかやれってミッションがあって、ふにゃ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 してるやつね、勘弁してよって思うんだけど。で、主に車集めをもらい、走りをして、レースに出て、で3位以内で車がもらえる、これを永遠と繰り返すゲームです。ただ3位以内で車がもらえるけども、その車で、そこでもらってどうするのっていうね。まあ中にはその車でまた次に役に立つのもあるかもしれないけど、どうせ大量のお金をつぎ込まないと、まともに走れるようにな、勝てるようにならないしね、本当。なんで GT7 買うならグリッドレジェンド買った方が幸せになると思います。そうだね、グリッドシリーズのね、疾走感が好きって方だから、うん、グリッドは面白いよ、純粋に本当。レースゲームとしてね、面白いよね。もう中途半端になんかリアルに見せようっていう、そういうのは必要なのかな、どうなのかなっていうのを考えさせられると思うよ、本当。やっぱりレースゲームっていうのは、その時楽しく遊んでなんぼなんだよねと思うんだよね。だからそれ、ジュランツをやってて楽しいっていう人はいるんだけれども、本当に限られるっていうか、数学をやってニヤってして楽しいっていう人っていいじゃん、学生でも。英語やって楽しいとかさ、いるじゃん、なんかピコーンって豆電球が光る人ね。だで、いろんな科学とかさ、ああいうのもなんかこんな、なんか気にな、んか気がくくくなって、なんかガリリオなんかなんだっけね、あれ見て、ってね、こんな感じじゃん、なんか、ああいう風にそれ面白さを感じられる人ね。だからそれとジュランス楽しい人とちょっとこう通じるものがあるんでね、普通の人から見るとね。なので純粋にレースゲームを楽しみたいんだったらグリッドシリーズの方がね、楽しいよねって思うんだよね。でどんなにズランツね、そんなとこでやり込んでお金を貯めてオールコンプしてね、まあ後からも楽しみで出ても、どうせまた次が出たら古いのやんなくなっちゃうしね、ハードも壊れちゃうし、だからこれを一回持っとけば、例えばね、資格とかね、なんかの資格とかメイクとか更新がやらないやつだったら、ああもうなるべく人生は若ければ若いうちに、ああもうジュランツでライセンス取っといてね、いっぱい貯めておいた方が後になればなるほど有利になるよってね、ジュランツの経験が後々生きてくるよ、どうしてやるなら早い方がいいって思うかもしれないけどね、もう数年後でどんどん新しいのが出てくればそれをやることになるし、そこでまた苦痛なライセンス取り直しになるわけだしね、またゼロスタートになるわけだし、そこまで苦痛な思いして頑張ってるのがまたリスタートってなるんだよね。まあ、だったら苦しい思いするよりも楽しく遊んだ方がいいよねっていう考えの人の方が多いかもしれない、初心者の方にはね。ただええ見つけたぞってね、こういう面白さの素質を持ってる方はこういうので面白さを見出せる、そこの違いなんだよ、要はね。はい、
GT やり込める自分の愛車でドライブした方がいいね。でもあの高校生多いから勝負ね、うん、面白いからチャンネル登録しますね。サンキューね。面白いだろあのね、面白いってね思う人は結構心が広い人なんだよ。こういうのをこう割り切って見てる、見ることができる人ね。まだ子供ってその向きになるんじゃん、その ちっちゃいもうこのグループの中がもうこの世の中の全てなんだみたいな感じでさね、親物対象になりたがるっていうかさ、あんじゃん、そういうのってね。広くこうやって見てる人っていうのはね、多分ね、いろんな人の意見もあるしね、まあそういうチャンネルなんでね、エンターテインメントなんで、まあ面白く見れるだろうね。一言でこれまたグーってこばっかり、お前はなーなんてならないよね、大人ってねで勝ちについて、うーうおじいがアップしてすぐこれをしてやる、張り付いてみ、監視してピコン、あ、来たー、うわってね、こういうのもいるんだけど、ね、うっせやったぜってね、いるんだよ、結構いっぱい動画見ねえけどこれをしてやったぜってね、エンターテイナーとしてはもうありがとうございますね。ね、いっぱい欲しくないってね。やめてやめてって、ダチョウ倶楽部と同じなんでね、こればっか押しやがってよって言うと、子供ってキャッキャ喜んで、これいっぱい欲してくれるんだよ。1700人ぐらいが、これをしてくれるから、そんだけ押してない人っていうのは、何にもなんないんだけど、これいっぱい教えてるから、そんだけ評価がいっぱいある動画ってことで、いろんな人の関連動画に出やすくなるんだよ。これ関係ないでよ、合計数で。それアルゴリズム知らないから、これ押してやったぜっていうけど、これ押しながらいっぱい関連動画に上がるようにみんな頑張ってくれてるんだよね。でなんかね、セカンドチャンネルだから、お前のチャンネル出てこねえ、嫉妬にしてるのに何度も出てきやがる、なんだこれがあって、なんかね書き込みがあったんだよ、教えちゃったけど。で何でかっていうと、またそこに出てきた時に出てくるじゃねえかっつって、また文句言いに書き込みでしょ。ほんとあ、この人はこのところで書き込みをしたっていうね、また見に行ったね。だからよく見るチャンネルの中に登録じゃねえから、だからまた出てくるんだよ。だからチロ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 言いながら見て監視してるから関連動画に出てくるって面白いだろこれ。でコメントを書くっていうデータっていうのは、そこに対して何か書く、つながりが深いってなるわけだから、だからこれをしたりとかアンチコメント書く人ってつながりが深いから、やっぱゾンビのごとく見たくない人も出てくるんだよ。それ やったらまたリセットされて。面白いだろこれってね。だから子供キャッ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 やったんで、おいダッシュクラブで押せよ押せよって言って、押すなよって言うと、うわーってやってくれるからね。結構 GT のネタ美味しいなと思ってね、ちょっと遊ばせていただいております。ありがとうございますね。はい、次はシアムさんね。 GT6 途中で投げたので信者ではないですね。うん、まあそうだね、おじいもちょっと久々やってみたいなとは思うんだけどね、ほんと6。ただおじいらは本当ね、時間がなくて、5でね、5面白いなと思ったんで、純粋にカートがで、6が出てもいらないなと思ったんだけど、本当に唯一おじいの気持ちを動かしたのは、このマニュアルのカートがあるっていう。うっそマニュアルがあるんだとね、もうその理由だけでこれ買うしかないってなっちゃったんだよ。でまあ最初出た時はそんな多くなかったかもしれないけど、まあいろんな機能くっついてるよね、ほんと。だこれも結構ボリュームあった方だと思うけど、だんだんいろんなものが追加されてって、ただこっちも本当にいろいろ面白かったからね、いろんなものがね、話題性っていうか、だから山内氏が毎回このタイトルに投入してくるものとかね、だから公衆データもだから早めに支部にも早めにポンって入れて、でその使い方の、要はカフェで公衆データの使い方を最初にミッションにしてあげればね、あ、スマホでこんなの作れるのって
やらしてあげると、そしたらなんかあの結構そういうのを作るのが好きな人たちがね、陶芸作ってみたりとか、なんかいろんなものを作ってアップして、あのそれで遊ぶようになるんだよ。それやった方がね、絶対に面白いんだよ。逆なんだよ。もう過去の作品で当たりが出たら、それをこの餌は食いつくなと思ったら、その餌を武器に最初ばらまいた方が絶対に魚は寄ってくるし、爆竹からあの挫折感が少ないんだよ。だ結局このおまけ要素にくっついた板、あの格子エディ板みたいなね、セブン今あるのかな、まだおじいカフェ終わらせてないから分かんないけど、格子エディ板があるんだったら最初に解除してあげないと、その詰まっちゃう人でもとりあえずその格子が難しかったりとかね、あのいろいろあるじゃん。そしたらだいたいあのおじいだったらどうやって格子エディ板を使って苦手な人を引き込むかというと、あの一本橋みたいなね、そういうのからあのちょっとこうクランク作ってあげたりとかね、教習所みたいなやつ、そういうのを作ってあげて、で高校生が多いっていうのが分かったから、だからあの教習所に行くとね、こういうのがあるでしょうって、であのショット回りとかこういうのとか、ちょっと格子エディ板で、あの教習所のね、あのインターネット見ればコース分かるでしょ、あの試験場とか、あのこういうコースで、それをモチーフにしたコース作ってみて、いやこんなようなのがあのできるからさとかさ、ね、あちょっと待ってよ、おじいがよく言ってるのってね、ちょっと待ってて、よし、おじいがいつもね言ってるのはね、これこういう要素、これプレイステーション1なんだけど、楽しく学ぶ運転免許っていうのがねあるんだよ、これね。でこれがね何なのかというと、運転免許をあの別に学びたいわけでも何でもないんだよ。あの昔当時のお友達、周りみんな子供いるじゃん、で車に興味持ったりとか、ゲームとか、あのもうちょっとしたらこう、ね、学校で免許取ったかったんじゃん。でそんな時にあの学科とかね、実地とか、まあ、あの教えてあげるけど、広いところでね、あちょっと運転してみなとかさ、ね、あのやってあげて教えてあげるけど、でもこういうゲームがあるよって言って、でゲームを持ってったらね、ちょっとやってみなとかね、まあ、こういうのを使いながら、あの結構子供って気を引くんだよ、本当。なのでね、まあ、レースゲームみたいにはいかないんだけれども、でも答えるごとにビーンって止まって、あのその場でおせっかいで教えてくれるから、こういうやつの方がすごい役に立つんだよ。あいいじゃんこういうのと思って、だこういうのをあの山内さん、あの今の子供たちってね、あの危ない事故ばっかり起きるから、ね、行動ではね、あのちゃんと交通を守ってて、あの一文だけを出すんじゃなくて、本当もう役割としてだよ。トヨタがプリウスミサイル作った責任があるようにね、あのレースゲームがからね、あの絶対関係ないとは言えないから、こういったものをね盛り込まないと、ドライビングシミュレーターで出してるんだったら、まずは最初は基本を教えて、つまらないライセンスで挫折するんじゃなくて、ここら辺を入れてあげるのが、もう今のジランツシリーズの、ね、役割ではないかなって、おじいはそう思ったんだよ。だからこういうのをね、ソフトとかも見てるから、実際にあるのにこういったものを取り込まないっていう、それでブワーって暴走するゲームでしょ、何百キロも出してカスタムして。だからあの綺麗事でまとめてるけども、大切なところの部分忘れてないっ
って欲しい医師も言ってるんだよ。こっから来てるの本当。何でもそうだよ。だおじいもあのね、あの建設業とかさ、そういうところで働いてる時もさ、こういうのを忘れてよ。実際にあの解体屋さんでさ、あのイオンボとか IHI のやつでね、 IHI はこっち側があのバケットをね、バーでね、広げてバーでね、あの小松とここが右側が違うから、まあ今のやつはこう入れ替えできるみたいなんだけど、お違うんだよ。でこうやってね、おじいショベルマスターね、あの親方がね、よくご飯食べながら言ったんだよ。でチャーハンとかね、あのね、頼んで、おこれ食えってね、チャーハンで、でお前最後どうやって食べて、あこうやって食べてたらダメね、こうしてすくって、これどうやったらこうきれいにすくうかね、こうやって考えながらあの飯を食えってはいって聞いたらで、あのこういうのをね、あの遊んでみたりとかね、面白いよ本当。だからゲームとリアルを融合しながら楽しむっていうね。だから本当ね、やっぱ車わかんない人に車に興味を持ってもらうっていうのは、やっぱこういうものに通じるものを入れてあげるといいよっていうのと、あとはその AI が今作れないじゃん、結局ズランツって、あのバンバンおじいの昨日ももう後ろからバンバンぶつかってくるしね。だそういうのができないと思うんだけど、おじいがいつも言ってるのはこれ、サーキットビート、これね、あのプリズムアーツのやつで、でこれね、特許を取ったね、あのメモリーバトル、サーキットビート、ラリーでアフリカ、ラリーでヨーロッパ、全部で3つあるんだけど、これね、これこのゲームは名作で、あの新品で買って、で飽きて売って、またやりたくなって探しまくって買って、でもういいやで売ったけど、またあの買ってっていうね、あプレステ3で動くよねと思って、であのプレステ4でも動くのかな、ワンワンどうなんだろうね。でまた買ってっていうね、やっぱりあのずっと手元に置いてきたいやつで、でネジコンがないと全然お話にならないので、ネジコンがないと遊べないんだよ。でキュッ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 って崖落っこっちゃうから、状況になって、でこのメモリーバトルっていうのが、あの5人までいろんな人の遊んだメモリーを入れて、自分でもいいんだよ、だ AI でもいいんだよ、を入れながら、あの当たり判定がありなしを選べるから、ゴーストが、でその走り方の数字を再生してるだけだから、 ゴーストって全く同じ走りするけども、全く同じ走りにならないんだよ。だそういうのでやると、本当にそのなんでこんな手前からブレーキ踏んで、こんななんで嫌がらせじゃねえかってね、追突あの誘発してるとか、だその人に合ったその AI を作ると思ったら、こういうシステムを取り入れれば絶対に面白くなるはずなんだよ。だからこれの特許をね、どこが今持ってるのか分かんないけど、プリズマーチさんもうとっくに会社なくなってるんで、でもこういうものってどっかが必ず引き継いでるんだよね、どっかが持ってるんだよ。だこのメモリーバトル対戦のこの特許を使えば絶対に面白いゲームができるんだよ。もうあの後にも先にもこんなに面白いメモリーバトル対戦ないんで、本当だ、そういうのをぜひね、あの入れたら絶対面白いと思うんだよ。あのオフラインでもオンライン並みの楽しさだ、ただゴーストダウンロードしてぶつからないゴーストで、あの こいつに貸してっていう、そういうタイムアタックもありかもしれないけども、実際にあのそういうゴーストをだから一緒に同時に出走できる台数の分だけ、あのゴーストに AI と入れ替えることができて、それで当たり判定オンオフできたら絶対に面白いんだよ。ほいじゃあ、あのうわーひでえよっていうのが、大体人間臭い走りをみんなもするわけなんで、どんな人も遅い人速い人もで、へんとこに並んで走る人も、あの避ける人も、 いろんな性格の人がいるかもしれないけど、あのこれはありえねえっていうのがないから絶対面白いはずなんだよ。まあ他いいけどね、まああのリッジレーサーね、これもだから新品で買って後からまたってやつかな、これはどうだったかな、これは最初に買ったやつだ、またこれ後から買ったやつだ、これね、おそらくね、このフォーミュラワンはこれが名作だったね、うん、ここら辺があの
これはね、なんとかいいでしょうって書いてあるから、これは最初のやつじゃないな。プロジェクターで80インチで遊んで、すごいあのリアルに感じて遊んだけど、まあここら辺はもうあのおじいの思い出の永久保存版としてもう手放さないっていうね、いつもあのポンってこう置いてあるやつなんだけど、やっぱりね、こうどん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 いいとこ取りをして進化させていくと、今ズランツーに求められてるっていうか、ズランツーの最大の欠点である部分を克服できるヒントっていうのはいっぱいあるんだよ、本当。だからもうこれをやるとか、もう山内さんもだからもうくたびれちゃってるんだろうね。でアイデアがもう尽きちゃったから、だから違うアプローチから今までにやってないもので何かを売りに出していかないとっていうのがあるから、今回のカフェになっちゃったと思うんだけど、もうネタ尽きちゃったんだよ。だったらまだ月面も面白かったから、じゃあ次は火星だとかね、マーズだとかね、あれ別に冥王星海王星でも何でもいいじゃんね。もし土星でやったらどうなるとかね、土星の輪の上でレースだ、うわーいっぱいこんなに石がボコボコなってるとか行くのって、でそこでダートなんかやってるわけだしね、本当。じゃあ木星のね中に行って遊ぼうなんてもね、ドゥワーって渦の中までうわー走れねーとかね、そういう状態でもいいんだよ。月でやったんだったら他のでやればいいんだよ、絶対その方が面白いから。どの星で遊ぶっつって、その方が絶対面白そうでしょね。好きな次は身近なとこに行ってみるとかね、水星に行ってみるとか、もし太陽でやったらどうなるってね、よっぽど強化して、もう生半可な素材で作ったら太陽に行く途中で溶けちゃうとかね、そうやって作ってた方がね面白いと思うよ絶対ね。まあちびこで、まあ楽しく遊ぶならドライビングラインオンね、オート設定、コースを覚える、タイヤをグリップあるものにするからでしょうか、うん、おじい一番最初にタイヤをグリップするものにして足回りだけ固めてるだけでブーンって今までのズランスはいけたんだけど、なんか最近のセグがセグはなんかねおかしい。それでも序盤はいけるんだけど、気持ち悪くてねいかないんだよね。まあ、あと足りない分はパワーを上げるとか軽量化するとか、まあ、自分に合ったカスタムすればよい。そうだね、おじいはパワーは上げないんだよ。無駄に最初みんなパワーを上げたがるけど、パワー上げていいことないんだよ。で PP 上げすぎると参加できないのが増えるだけだし、じゃあギリギリまで上げようっつったって、最初のやつをちゃんと手足のように扱えないのにパワー上げても難しくなるだけなんでね、うん、まあそこら辺はね、いろんなレースゲームやってればわかるけどね。なんでおじいはパワーは最初絶対上げないんだよね。軽くして足回りね、そんだけだよね。リアルがそうなんだよ。お金ある人はどん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 いろいろつぎ込むかもしれないけど、最初にやっぱやるって、昔で言ったら最初アルミ履きたいとかね、鉄筋掘りじゃなくてアルミを履きたいね。で何やるのっていうと、まず最初タイヤ変えるよね、うん、でタイヤの次にやっぱサスとマフラー、せめてこれぐらいはっていう、そっから行くでしょね。まあまあ、あとはキノコつけてパフンパフンとかね、できる車できない車ね、いろいろあるけども、そこら辺ではね、あんななんとかチューナーってね、ロムチューン車とかさ、そんなのが昔ない時代だったし、まあ後からくっつけてもそんなのだいぶ後の話だしね。本当ミッション変えたりね、なんだかんだ言ったって、あと大事なのはブレーキだよね。ブレーキしょぼいと止まらないっていうね、そこだけだよね本当ね。まずはそこからっていう、でまずはそこからなんだけど、そのズランスって歴代もうカタツムリより遅いから本当嫌になっちゃうんだよね序盤がね。足りない分はパワー上げるとか軽量化するとか自分に合ったカスタムすればよいです。ライセンスは車の挙動、特性を学ぶためのものであるため、心が折れますが
取れない時は人のプレーと自分のプレーを見比べると違いが分かってきます。違いが分かります。違いは分かるんだけどね。だからシェナとかシューマカの走りを見て自分の走りと違うのは分かるんだけど、こんな走りはできないだろうってそこにたどり着かないね。ね、はい、次はね、ターニーさん、前作 GT スポーツしか知らないので信者にしてきまーす、ね、カフェモードを進めないとオンラインロビーやオンラインレースも引か、あ、そうだ、おじいも苦痛なカフェに進めてって、なんかオンラインが開放された、そう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 、ね、だからいきなりだからオンライン楽しいよって言っても、オンラインに行くためにはカフェが必要なんだよ。で、まあ考えられてるとは思うんだけど、最低限ここまで来ない人はオンライン来ないでっていうね、まあ、考えてることだと思うんだけど、まあそれを思うんだったらオンラインはスーパーライセンスを取った後に出てくるご褒美にした方がいいじゃないの。どうせだったら、ね、つまりモンハンみたいな方式でレベル上げするイメージ。モンハンってあんまよくない。おじい、モンハンね、あったかな、もうなかったかな。モンハン前ね、試合の社長がすごいハマってて強制的に買わされた。で、それは社長の命令ですかってね、これは仕事です、命令ですってね。で強制的に PSP 本体とモンハン、これをすぐ買ってきてください、これは社長命令ですってね。でお金は立って帰る、領収書を交換でね、すぐお返ししなんでね、つって。でオンラインって言ったんだけど、もうおじいはもう心が折れたんだよね。なんか肉倒して肉、あれなんか生焼けか焦げるかどっちかでちゃんと焼けた試しがなくて、もう面白くなくて、もう肉焼けねえって放棄したね、やんなかったね、あれね。こっちですよ、わかるよ、そのうちだけど、肉がうまく焼けることがなかったんで、つまんない、絶対つまんないっつってね、挫折したおじいはね。操作関連はライセンス試験で取得するけど難易度が高い、これを忍耐して続けれるかどうかです。あとスピード感全くない、皆無、速度計見ないとコーナーで事故にする、これなんだよおじい言ってるのが。でだスピード感がないから五感が働かない、危険を感じないから、だから速度計を見ないとコーナーで事故発生ね。あ、そんなん出てるの。だからメーター見ないと走れない、本物はメーター見なくても走れるんだよ、ほんと。オービスの手前の時だけメーター見てれば、あとはもう大体普段ね、50キロなら50キロで走ってれば、だいたいそこのとこまで行くともう癖がつくんだよね、だいたいね、うーって。だから新車で車買った人が、例えばおとなしい女性の方だったら、車の状態はすごいいい状態なんだけど、でもエンジンが回らないとこで癖がついちゃってるんだよね。だから車っていうのはもうブラーンって、新車できたらてかブラーンってこう、もう回、最初鳴らし運転でブワンブワン回してあげる、ブワンって最初このブワンって回すってね、っておじさんに言われて、本当っつって、やめてよ、まだまだ来たばっかで、新車で来たばっかで鳴らし運転だから、なぜかでしょ、引っ張らないで、車っていうのはな、そんなじゃダメになっちゃうんだよ、ブヤーギャーやめてーって言うんだからね、がタイヤが焦げてるよ、タイヤが減っちゃうよっつってね、タイヤ切りしてんだらこんな車乗るなって言われたけど、まあ、シェーマーなんだね。
本当は速度計見ないとコーナーで事故必死、ね、ガッシャー系リプレイは 見たりガレージで眺めることには最高で、あのガレージさ、さんざんあれで見たガレージとなんか違わね、なんかもっと GTA みたいな感じでなんかガレージで楽しめるのかなと思ったけど、結局車を乗り換えるってやって一覧表が出てくるだけで何もあれじゃん、イメージしてたガレージじゃないんだけど、何なんだろう、うん、おすすめ車は四駆と前輪駆動、割と新しい車で PP が高ければよし、でもカフェモードは乗る車すらも縛ってくるので、そこで挫折しないこと、そこで挫折しちゃうんだよ。もうあのアメリカのふにゃふにゃのところやれんなって今つまずいてる。あのレースドライバーグリッドもそうなんだよ、生き残りゲームのやつがあって、あのふにゃ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 してるやつね、あれ一番最後頭足だったもん本当、まああれはあれで生き残りゲームだからディストラクションダービーだからまあ面白いんだけども、くにゃくにゃなの好きじゃないんだよね。でもカフェモードは乗る車それもあこう言うんだね。でコントローラー、ステアリング操作はモーションセンサーにしましょう。難しいけどモーションセンサーになれないと上手くなるほど釣ります。そうだね。だおじいもね、せっかく5と6があってもうオンラインが終わっちゃって何もできないっていうのもあるんだけど、やっぱモーションセンサーで遊びたいからプレッシャーも楽しんでるんで、だこれでスティックで遊ばないね今レースゲームはね、そんな感じで。ハンドルは3つあるんだけども出すのがめんどくさい。で今まで寒い時期だったから出しても足が寒いから、だからやりたくないっていうね、そんな感じだったね。はい、ありがとうございます。まあ参考になるね本当ね。はい、次はね、ポンコツゼロさんです。ライセンス残念、5回完走とデモンストレーションを1回見るを条件に有効期限付き仮クリアにしてくれれば苦痛は緩和されるかも。仮免許ね。世の中そんなに甘くないので下位のライセンスは本クリアは同じ、客観的にディーラー提供に気を使う大人の事情なんだろう。ナンバリングタイトルなので過去作知ってできればリアル運転免許証あればよし、ね、だから車ゲームが苦手だね子供たちって。だから今まで知ってる人がね、なんか何だっけな、まあ、今回のコメントではないけどもね、分かってねえ連中ばっかだみたいなコメントもあったんだよ。分かってねえ連中ばっかだなってね、さて言う人もいるんだけれども、それってだ結局山内氏の能力不足ってことなんだよ。分かってねえな、分かってねえやつらばっかだなってコメントがねあったんだよ。あるよ、探せば。だ分かってねえっていうのは教え方が悪いってことなんだよ、表現の仕方が悪いってことなんだよ。それがね、だからそこの面白さを見出せない、ね、だ同じ学校なのに先生によって、ね、成績がいいクラスと悪いクラスってあるじゃん。教え方の問題なんだよ、塾だってそうでしょ。だから山内氏のこの作り方伝え方っていうのが先生には向かなかったっていうだけの話したんだよ結局ね。だ本当の真の要はユーザー側の気持ちに立ってっていうのができない。だからユーザーの意見を聞いてブー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 文句言われたから修正してやっていくとかね、そういう繰り返しであって、これが本当にユーザー視点に立っていたらいちいち文句言われて仕方なく変えるんじゃなくて最初から分かるから、であちらを立てればこちらが立たずになるんだったら、じゃあどうしたら両方うまくいくのかなっていうそこのところをクリアしていけばいいだけの話なんで、だどっちかに絞ってやっていこうって一本道でやろうとするからこういうことになるよ。だから真に受けするなんて無理だよ。車に興味のない人にもね受け入れて知ってもらいたいっていう気持ちと言ってることとやってること真逆なんだから無理だよ。
シリーズを全部やってるか分かってねえなって、そういう連中のためだけのセブンなんだから違うよやっぱり。だからズランツはあのリアルはリアルでやったんだったら、そのものをあのオンオフとかね、あの要はユーザーに選ばせることも大事だし、昨日視点もなんだかモード1モード2ってあるから、切り替えてみてしたらモード2にしたらなんか余計気持ち悪くなったんで。であとユーザーインターフェース割りすぎ本当ね、そんな感じなんだよね。はい、次はね、よっくんね、グランツーリスモは5と6以外はやりましたが、5と6やってないの？ 5と6やってないんだ、うん、他のレースゲームあまりやらないので信者なのかな。どうだろう、1234ってことか、1234で、コンセプトとなんだっけプロログかね、でもやった。質問者さん迷ってるなら安いスポーツ買って試してみるのもありなんじゃない。そう、そこです。これだったらお試しでできるから、うん、やっぱりねスポーツから、スポーツだったらね、スポーツでああむずいって思ったらセブンはもう全然無理だよ本当ね。でスポーツなら車もコースも走ってればある程度勝手に増える。そうそうそう、1日50キロずつ走ってればルーレットでね、車もらえるから嫌でも。でコースはあのたくさんある中からねどれ走るって感じだから、本当は初心者向けるよね。でもスポーツは負け餌だったから、あこれなら僕にもできる、あもっと本格的なちゃんとしたのができるの、あ買うっつって買ったらどれ目にあったっていう、呼び込みと一緒だよね。だからね本当ねこんな子もこんな子もいますしなんて、うーこんな可愛い子いたないますいますしなんて、はいはい、あの一名様ご案内なんつったらね、おばあちゃんばかしかいないとね、うっそやんかーみたいなね、ほんとまあ入れられるよね。どうも出した。それだね、オンラインレースもまだ全然人いると思います。そうだね、シェフは捜査官とか挙動とか以前に興味ない歴史から案内やら押し付けすぎて嫌になります。嫌いな教科書の授業みたい。あーあるあるある、嫌いな教科書のよ、おじいみんな全般的に大嫌いだったけど理科だけ好きだったね本当ね、うん、あとみんな嫌いだったんでね、国語嫌いね、算数大嫌いね、で社会超大嫌いね、地理も歴史も何にも興味がないね、うん、で美術はもう大嫌いだって、先生がだってもう話もしてくれないだもん、真面目に絵を描いているのに一生懸命描いてるのにね、もう口も聞いてくんないっていうね、ほんと、うん、図工もそうだね、なんかこういろいろこうちょっことでこう掘ったりなんだかんだしてやっても評価はしてもらえないよね、うん、大嫌い、何をやっても大嫌いね、体育も運動も大嫌い、ね、大好きなのが何もなかったね本当ね。はい、次です。よいしょね、フィルムズオブコーさんね、自分は信者ではありません、購入を検討されている方々へ少しもお役に立ったらと思いコメントを残します。ありがとうございます。今作 GT7 は車を知っていただくために歴史や車種、豆知識などを丁寧に教えてくれる仕様のゲーム進行でスタートします。簡単に言ってしまえば最初は作業ゲーです。作業なんだよ。で、賛否されているところはありますが、初めて GT シリーズに触れるユーザー、レースゲーム初心者でも車を操れるようにアシスト機能が備わっており、うん、高級車やスポーツカーを手軽に運転が楽しめます。少し慣れてきたらそのアシスト機能を弱めて走ってみるなど、ご自身で段階を追っていくことも可能です。ですがアシストを切った状態でのパッド操作は
かなり精細なコントロールが必要となっています。この部分が賛否がされているのが現状です。今後のアップデートが待たれるところです。また今作はシミュレーターと呼ばれるプロレーサーの練習環境としても使われているリアル寄りの挙動が楽しみの仕様となっており、本当？専用のハンドルコントローラーを使用してプレイすることで、車の挙動をハンドルを通してより体験、ああ少々何十万円もね、最低でも20万円ぐらいかけないとってことかな。あ、走る疑似体験もできますね。そう、最低20万かな、最高は100万円超えちゃうけどね。初心者から上級者まで幅広い方々に、そしてユーザー次第で幅広い遊び方ができる、そんな仕事だと思います。知れたる、そうなんだよね。だから本当ね、モーターにダイレクトでこうハンドルガチャンってつけてカンカンっていってね、重たさの設定間違えるとグワーっていってポキってね、骨折しちゃうから気をつけないとっていうね。で、シートなんかもね、ちゃんと本格的に、で、マニュアルをね、買ってマニュアル用意してね、このハンドルもこうガチャンってはめ出してね、丸いハンドルもあれば、こういう F1 みたいなね、こんなのもあればね、いろんな形のやつがあってね、うー、どれだ、あれ、指定変更どれだ、うー、わかんねえって言いながらね、いや、そんなにいっぱい詳しい人がわかんねえって、なんでだって思うけど、おーってね。で、ブル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 っていうのはね、もともとあるけどもね、ただ走ってるだけでもずっと四六時中ブルブル言ってる装置っていうのもあってね、よーこれ日本でこれついてるのは多分まあ、広瀬の家でも、まあここだけか、全然かね、まあ他にもあるかもしれないけども、まあまあついてる人あんまりいないんじゃないかな、っていうね。いや、これはずーっとブルブルしてね、いや、もうこれだけでも結構なんか疲れちゃいますね、なんてね。だそういうのをもうつけたらね、すごい金額になるから。ね、あるんだよ、世の中で、そういうのは。ね、おじいの妄想だよ、これはね。別にどっかでって話じゃないけど。ね、はい、次は、よいしょと。はい、次はね、ルー太郎さんです。ね、面白いね。ルー太郎さん、こういうさ、ハンドルネームの付け方ってさ、なんかセンスが問われると思うけど、こういうハンドルネームってなんかいいよね。覚えやすいっていうかさ、単純で、ね、なんかなんて読むんだろうって、いっぱい横文字並んでるよりも、なんかやっぱ日本人だとこうやってルー太郎とかでやってるとなんか落ち着かない、なんとなく。はい、歴代全作品をプレイしている信者です。すげえな、本当。もう全作品ってことはもうだから、プロローグもHD コンセプトもね、全部やってるってことだね。車のゲームが苦手ということであれば、まずライセンスの取得が大変だということです。自分はエンディングまでは終えましたが、うわー、ジランツのエンディング自分で見たことがない。だいたいたまり場になってた先輩がのところで、だいたいエンディングを見ることになるかな。で、みんなでクリアしていく。で、まずメインであるメニューブックのクリアには、国内 BA、 国際 BA、 スーパーライセンスとあるうち、国内 A の取得は避けて通りません。これ国内 A だけなんだ、そこだけなんだ。せめて もうちょっと国内 BA だけなんだ。なのにカフェでアメ車とかああいうのも鳴らされるんだ、イタ車とかね。おかしいよね、国債も取らせないと。で、前半のうちに国内 B 級が必要になってくるので、前半なの？おじい、まだこの間ライセンス必要でよかったって始めたばっかなんだけど、前半だったの、まだ。じゃあおじい、まだ全然先じゃん。アメ車が出てきて、もうやる気になんねえって、あれまだ前半じゃないの。
なのでライセンスが取れないと講師が少ない、車も少ない、買えないという趣味状態で陥ってしまう。正直がその状態だね。なので最初もう一番最初にあのライセンスからなんで、だおじいはあの最初国際 BA、 あ違う、国内 BA 国際 BA ってそこまであのどうでクリアしといて、そこから今カフェ入ってんだよね、うん、まあおじいが趣味状態で、それでもでライセンスはアシストも使えないの。あれ誰だっけ、あのライセンスでアシストオンにしろって、ライセンスはアシストも使えないって、何アシスト使えないの、トゥブリレイル ABS 付きでないけれでなんて言われたけど、そうなの。お苦手な方は序盤でつまずくのは自然かと思います。まあ純粋レースがしたい、カスタムがしたいだけが目的であれば、正直おすすめはできません。ニードフォースピードやクルーをおすすめします。ただ車そのものに興味がある、車の歴史や文化に興味があるのであれば、まずは GT スポーツをプレイしてみて、感覚をつかんでから GT シムをプレイすることをおすすめです。そうだね。でおじいみたいにあの GT スポーツを遊んで、ああこの感覚だったらいいなと思って期待してシムを買ったら、もうえらい目にあったっていう、まあそういう例もあるけどね。だからスポーツであのちょっと見直したんだよ。あパッド勢を見せなかったんだと思って、すごい調整したなと思って、他のショットでは調整しきれないのにジュランツーは、ああ調整してくれたんだと思って、だパッドで楽しいっていうのを初めて体験したんで、スポーツで。なのでね、ああジュランツーこれだったらちょっと期待できるかなと思ったけど、大きく裏切られたんだね今回ね。だよく言うじゃん、これでいいんだよこれですって、もう余計なことすんなよってね。そんな感じで惜しいわね。まあこれはね、ただあそうそう、どうだこっからか、 GT6 までは気軽にプレイできたと思いますが、今作は正直オタク向け、ホラーホラーね。 GT6 までは本当あの気軽に好きな方向からある程度は遊べたんだよ、おじいでも気軽に遊べたけどね。今作は正直オタク向け、そうなんです、オタク向けなんです。ガチ勢向けな感じは否めません。ほらね、これが一般的な意見だと思うよ。でもすごいよね、あの GM やってるから分かるんだね。ただ車離れが加速している現代において、ここまで車の文化や歴史に触れられるゲームは他にないかと思います。これは信者かどうかではなく、純粋に現代の若い、世代にもぜひグランツーリスモというゲームを通じて車の大切さというものを感じてほしいかなと思いますねってことだよね。でもあの知識と楽しさっていうのはまた違うからね。ただこの車の歴史とか文化を否定してるわけではないんだよ。だ今までの中にも、もうナレーションまで入ってね、ランチャーソロトスね、1900何年ね、うんちゃらくんちゃらで、なんか一世風靡してね、ワールドレース、なんで優勝とかって、そういうナレーションみたいなのが入ってるじゃん、あのブーン、ブーンっていうのは、あれ見てるだけでも楽しいんだよ、正直。だから、そういうのを否定してるわけではないんだよ。ただ自分がそれを見たくなるそのタイミングで好きにやらせてくれってことなんだよ。見ないわけじゃないから、そこなんだよ。やめてくれ、お金を払ってるんだからね、ちゃんとそのお金を払ってるんだから、ちゃんとコースとマシンぐらいは与えてくれ、そのためにお金を払ったんだっていうね。あのおじいあれ嫌いなんだよ、あの名古屋からだと思うんだけど、一発だっかな、あのメニューが180円、
ね、チューハイもビールもあの釜飯まで、あのみんな180円のお店があるんだけど、そこでね食べ放題セットっていうのがあって、コースがあって、で頼まないんだよ。それはなんでかっていうと、最初の30分間は自分の好きなものを頼めないんだよ。もう勝手に店員が何品かボコ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 ね、頼みもしないものをボコボコ持ってくるんで、でそれを最初食べきったら、あのいよいよ自分の好きなものをオーダーしてくださいっていうね、そのシステム。大体そのつまんないものをお腹いっぱいさせられるあれなんだけども、大体10品以上頼むんだったらそっちを頼んだ方が金銭的にはいいかなっていう。だから1人2000だから2500円ぐらいなんで、だったら全部180円に消費税込みだから、ね、あ税別だから、だからあじゃあまあ10何品で元取れるのかなと思って、その食べ放題の方にあると最初の苦痛なやつがいっぱい出てくるね。まあお年みたいな、ね、あのキャベツとこういうのはまあいいとして、あの嫌いなもんからないから、まあ、全部ボコボコ出てくるんで、そこら辺の苦痛なやつをクリアしないと好きなもんが食えねえっていう。だから そんなの頼みたくないじゃんね。あの食べれる胃袋持ってでも食べたくないっていうかさ、嫌じゃんね。だからね、おじいはもともとだからそういうの嫌いなんだよ本当はね。だからせっかく食べ放題でいくらでまとめてお金払ってるんだから、だったらその最低限その2000円とか2500円なんだったら、その分先に自分の欲しいものを注文させてもらって、その後にその柔軟締めの時に、あのじゃあこちらのおすすめをポンって最初出てきますよとかね。だから先にお金払ってる、その分好きなもん食わしてくれよっていうタイプだから、おじいはね。だからまあ根本的にね、その店のスタイルね、だからそれをお店のスタイルを知らないでセブンを買っちゃうとえらい目に遭うんだよ。お客さんちょっと待った、お帰りで言っても、いやもう入ったんだからお金を払ってもらいますよ、食べても食べなくてもお金を払ってもらいますよ、ね、そんな感じだね。いやーセブン買っちゃった、これやりたくないから返したいんだけどって、ね、もう買っちゃったんだからみたいなね。遊んでも遊んでも、走っても走んなくても、文化を知っても知らなくてもお金はもらえますよ、返しませんよ。こういう世界、ね、騙されたと思うんだね。だから散々その苦痛なライセンスとか文化のてって、この苦痛な部分を前もってどん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 出すべきなんだよ。ウェーオーなんて、あんなはいろんなとこ走ってるシーンだけイメージで、ね、騙さしておいて、それでかわしておいて、うわーあのシーンいつになったら体験できるのって、そうなっちゃうじゃんね。はい、次はマイトガインさんです。心配しなくてもそのソフトをけなしてもスポーツのように値段は下げられないからね、買うなら買う、買わないなら買わない、私は楽しんでもらうけど、私のことしか言わないじゃん LINE のアドバイスにもならない。だから自分の紹介できない人はただ自己中な人が多いっていうね、まあこんな感じだね。だから私は楽しませてもらってみて、だから僕に向いてますかどうですかっていう、あのあれだから、ね、だから自分の言いたことを言う、あのコメント募集じゃないからね、この相談者に対しての回答だからね。これだよ、買おうと今考えてます、家庭が辛いというのはどのような感じなのですかって、この質問だよ。家庭が辛いというのはどのような感じなのですか、車のゲームが苦手な僕でもできますか、分かる方は教えてくださいっていう質問に対してね、心配しなくてもそういう時なしでも、スポーツに何しなきゃいけないから、買うなら買うかね、買わない、私たちは楽しみません、満点をしようこれ答えないとも困るよね、正直ね。でしょ。でもこういうのが多いんだよ。またね。はい、まあそんなわけでね、こういうのを見て何か感じるものがあった人は正常な人。何も感じなかったらもうね、うん、だからあれと同じだよ。綺麗な方はより美しくね。
そうでない方はそれなりにね、もうそれなりに頑張ってくださいってね。はい、そんなわけで今回は初心者にお勧めできる視聴者意見の結果発表でございました。でね、まあ、これを参考にするかどうか分かんないハックンね、この動画を見ていたらコメントしてくれた皆さんにね、なんか俺の1個も書いててあげるとマナーとしてはいい方かなと思うけども、まあ期待欲しいかなね。はい、そんなわけでね、同じように考えている方のお役に立てればと思います。はい、参考になった方はグッドボタン、暇つぶしになった方はいいねを押しておいてちょうだい。これ押すだよ押すだよ押すだよ絶対押すだよ。